ビルヘルム・プリュ賞、ビルヘルム・フォン・グレーデン撮影、1890年頃、ビルヘルム・プルショーは、ドイツの写真家。イタリアを活動拠点とし、青少年のヌード写真を撮影したことで知られる。その作風は、重低で、同じく写真家のビルヘルム・フォン・グレーデン男爵のそれと、告示しており、しばしば、グレーデンの作品と間違われる。 ドイツ・メクレンブルク・シュベリーン対抗国のビスマールに、同国の上級森林監督官を務めるフリードリヒ、プルショーとその妻のシャルロッテ・クルルの間の息子として、生まれる。七人兄弟の最年長の長男であった。父は、メクレンブルク・シュベリーン対抗聖師、フリードリヒル・トビヒの諸子であり、老いの対抗フリードリヒ・フランツ二世の宮廷に仕える、官僚だった。 また、ウィルヘルム・フォン・グレーデン男爵は、重低、飛行家のギュンター・プルュ賞は多いである。1870年頃に、ローマに移り、好んで、イタリア風に、クリエルモ・プルショーと称した。最初は、ワインの販売業者として、生計を立てていたが、すぐに、プロのヌード写真家に転身し、その後は、ナポリに移る。カプリト・ノビラリシスに陰性する、フランス人貴族、 ジャック・ダデルス・ワル・フェルさん男爵の撮影依頼を受け、フェルさんの同性の恋人にのチェサリーニを撮影した一連の写真が有名である。プルショーは、ヴィンチェンツォ・ガルディという少年をモデル、恋人としており、ガルディは後に写真家となった。1902年、プルショーは未成年を誘惑した罪で逮捕され、8ヶ月間の刑務所生活を送った。1907年にも、 同様のスキャンダルを起こし、1910年にはイタリアから追放され、古国ドイツのベルリンに暮らした。ビルヘルム・フォン・プリショーと呼ばれることが多いが、これは間違いである。父は、メクレンブルク・シュベリーン対抗家の夏の別邸のある、プリショーに由来する姓を授けられたが、貴族には劣せられていない。ウィキメディアコモンズには、ビルヘルム・プライスチャウに関するカテゴリーがあります。 ありがとうございます。